こんにちは。皆さん、幽霊トンネル階段へようこそ。今日は北海道の旧湖別沢トンネルについてお話しします。このトンネルには戦時中の悲劇的な歴史と恐ろしい心霊現象が絡み合っている場所です。トンネル内で撮影された奇妙な写真や訪れた人々が体験した怪奇現象の数々を紹介します。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。それでは行ってみましょう。北海道の旧湖別沢トンネルで体験した恐怖。実は怪談スタートです。俺は大学生の佐藤拓也、友人の翔太、エミ、そしてユキと一緒に心霊スポット巡りを趣味にしている。今回は北海道札幌市にある旧湖別沢トンネルに挑むことにした。このトンネルは戦時中に強制労働で作られ、数多くの命が失われたという忌まわしい歴史を持つ場所だ。戦時中、日本政府は急ピッチでインフラ整備を進めるため、多くの強制労働者を動員した。旧湖別沢トンネルもその一環として建設され、多くの朝鮮人労働者が過酷な条件の下で働かされた。彼らの多くが過労と栄養失調で命を落とし、その遺体はトンネルの壁に埋め込まれたという話が伝えられている。このトンネルを訪れた者たちは数々の怪奇現象に見舞われている。ある者はトンネル内で誰もいないはずの足音を聞き、別の者は突然の霊気に襲われたという。また最も恐ろしいのは、トンネル内で撮影された奇妙な写真に写り込んだ人影だ。ある大学生はその写真を撮った1ヶ月後に謎の自殺を遂げたという。こうした話がネット上で広まり、旧湖別沢トンネルは呪われたトンネルとして恐れられるようになった。心霊スポット巡りを趣味とする俺たちが旧湖別沢トンネルに挑む理由は、その背後にある悲劇的な歴史と恐ろしい噂に惹かれたからだ。特に翔太は本当に呪いが存在するのか確かめたいと意気込んでいた。エミとユキは初めての参加で恐怖と興奮が入り混じった様子だった。夜の9時、俺たちは車でトンネルに向かった。車内では幽霊話で盛り上がり、緊張感を紛らわせていた。しかしトンネルに近づくにつれて不気味な前兆が現れ始めた。最初に気づいたのはラジオの異常だった。普段ならクリアに聞こえるはずのラジオが突然ノイズにまみれ、不明瞭な声が混じり始めたのだ。何かおかしいなと俺が言うと、後部座席のエミがもう帰ろうよと不安そうにつぶやいた。現地に到着すると辺りは静まり返っており、異様な雰囲気が漂っていた。トンネルの入り口は黒く口を開け、まるでこちらを誘い込むかのようだった。行こう、怖がってちゃ始まらないと翔太が先頭に立ち、懐中電灯を手に進んでいった。トンネル内は冷え込み、湿った空気が肌にまとわりつく。壁に埋め込まれた石はどこか不気味な光を放ち、俺たちは言葉少なに進んでいった。突然、雪が聞こえると立ち止まった。何がと俺が尋ねると、誰かが泣いているような声が聞こえると言った。耳を澄ますと確かに遠くから低くすすり泣く声が聞こえてきた。その瞬間、翔太の懐中電灯が不意に消え、真っ暗闇に包まれた。驚きと恐怖で全員が凍りついた。その闇の中で俺は確かに見た。薄暗いトンネルの奥からこちらに向かってゆっくりと歩いてくる人影を。トンネル内での恐怖体験はエスカレートしていった。暗闇と湿気が漂う中、我々の進む道は次第に狭く冷たくなっていく。視界は徐々にぼやけ、音も吸い込まれるような静けさが増していった。翔太の懐中電灯の光も不安定に揺れ、心の奥底にじわりと恐怖が浸透してくる。誰か、ここにいる。エミが震える声で言った。
その声には明確な恐怖が含まれていた。俺たちは立ち止まり、耳を澄ました。確かに、何かがいる。足音のような音が徐々に近づいてくるのを感じた。戻ろうと俺が提案するが、翔太は前進を決意していた。ここまで来て引き返すのか。確認しなきゃ意味がないだろう。彼の言葉には決意がこもっていた。突然、ユキが叫び声を上げた。あそこに誰かいる。彼女が指さした方向には、確かに薄暗い人影が見えた。その影は次第に近づいてきて、冷たい空気が一気に肌に刺さるようだった。俺たちは一斉に交代しようとしたが、その影が異様に早く近づいてきた。トンネルの奥から、突然耳をつんざくような悲鳴が響き渡った。俺たちはパニックになり、足元が揺れるような錯覚に陥った。逃げろ、翔太が叫び、俺たちは一斉に駆け出した。だが、その瞬間、俺の足が何かに絡まれた。振り返ると、黒い手のようなものが俺の足を掴んでいた。助けて、俺は叫んだが、その声は反響するだけだった。トンネルから逃げ出そうと必死になって走った俺たちは、ようやく出口が見えてきた。しかし、トンネルの中はまるで生き物のように歪み、狭くなっていく。息苦しさが増し、背後から何かが追いかけてくる感覚に苛まれた。もう少しだ。翔太が先頭を切って走り、俺たちも必死についていった。だが、エミが突然倒れた。何かが引っ張ってる。彼女の足元には、見えない力が作用しているようだった。俺たちは手を取り合い、彼女を引き上げようとしたが、力は強まるばかりだった。エミをなんとか引き上げた俺たちは、全力で出口に向かって走った。トンネルの出口が目前に迫り、外の空気が冷たく感じられた瞬間、俺たちは一気に外へ飛び出した。しかし、その瞬間、背後から不気味な笑い声が響き渡り、翔太が見えない見えない、と叫びながら倒れた。トンネルから脱出した俺たちは、日常に戻ろうと試みた。しかし、日常はもはや安全な場所ではなかった。何かが確実に俺たちについてきていた。家に戻ると、奇妙なことが次々と起こり始めた。夜中に耳元でささやく声、鏡に映る不気味な影、足音のない足音、これらの現象は日に日にエスカレートし、俺たちの精神を蝕んでいった。翔太は病院に運ばれ、エミとユキも次第に衰弱していった。ある夜、俺の部屋の電気が突然消え、部屋の中は真っ暗になった。その闇の中で、はっきりと人の気配を感じた。お前も連れて行く、その声は冷たく、底知れぬ恐怖が俺を包み込んだ。振り返ると、真っ黒な影が立っていた。逃げ場のない恐怖に追い詰められた俺は、最後の手段として祈ることにした。だが、その瞬間、部屋中の鏡が一斉に砕け散り、黒い霧が俺を包み込んだ。気が遠のく中で、俺は確かに感じた。この呪いは終わらない。永遠に続く恐怖の中で、俺は完全に飲み込まれていった。ここまでご覧いただき、ありがとうございました。北海道の旧古別沢トンネルの恐怖をお楽しみいただけましたでしょうか。次回ももっと興味深い心霊スポットをご紹介しますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。また、動画が気に入ったら高評価もお願いします。それでは、皆さん、おやすみなさい。いい悪夢を。